ビクトル・バスネツオフの1899年の作品、雪娘・スネグーラチカ、スネグールカは、ロシアの民間伝承におけるジェド・マロースの孫娘。日本語では、雪娘、雪姫などと訳される。なお、ジェド・マロースは、西欧におけるサンタクロースに該当する。スネグーラチカは、ロシアに特徴的なキャラクターであり、 西洋のクリスマス及び新年にまつわる伝承には、該当する少女は登場しない。モスクワのクレム人の式典に登場するジェド・マロースと、スネグーラチカスネグーラチカは、ロシアの民間行事には現れないが、ロシア民話においては、雪で作られ、命を吹き込まれた少女として登場する。スネグーラチカの民話は、アレクサンドル・アファナーシエフが、その著作、 スラブ人の私的自然観の2巻、1867年間において研究対象として扱っている。1873年、アレクサンドロストロフスキーがアファナーシエフの影響を受けて擬曲、雪娘を表した。作品中では、ジェド・マロースとベスナ・クラスナの娘であり、太陽の聖ヤリーラを称える夏の儀式でその実を溶かして消える。 スネグウラチカは白く輝く美しい髪の娘として描かれており、縁取りのついた青と白の毛皮を身につけている。初演は失敗に終わった。1882年、リムスキー・コルサコフがオストロフスキーに基づくオペラ、雪娘、春のおとぎ話を作曲して大成功を収めた。スネグウラチカは19世紀末から20世紀初頭にかけて、 子供たちが新年に演じる芝居の題目として教育作品の中に登場するようになった。革命前にはスネグルーラチカの人形がクリスマスツリーに飾られ女の子たちはスネグルーラチカの紛争をしてオストロフスキーの戯曲やオペラの一場面を演じた。この時はまだスネグルーラチカはあくまでもジェド・マロースの脇役に過ぎなかった。現在のような位置になったのはソ連において 新年の祝賀が公式に認められた1935年のことである。当時のクリスマス会関連の書籍において、スネグウラチカはジェド・マロースの孫娘として子供たちとの仲立ちをする役割を担い、ジェド・マロースに並ぶ主要キャラクターとなった。ジェド・マロースとスネグウラチカが初めて共演したのは1937年初頭のモスクワ同盟の家勢においてであった。 ありがとうございます。